いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはセブンイレブンより2019年12月28日に発売されたつぶつぶいちご&濃厚ミルクの2層クリームいちごミルクモコ、こちらご紹介したいと思います。もっちりとしたモコ生地に甘酸っぱい果肉入りいちごクリームと練乳入り濃厚なミルクムースを組み合わせましたという商品。本体価格150円、税込み162円、こちらご紹介していきたいと思います。こちらもね、ストーンズとスノーマンの対決となっております。こちら果肉入りいちごホイップ、そしてミルクムースが入っている紅白仕様ですね。ミルクモコということでこうなっております。こちら卵、乳成分、小麦、大豆、ゼラチンが入っております。カロリーは302キロカロリー、炭水化物は 26.9g、 糖質が 26.4g の食物繊維が 0.5g となっております。果肉の入ったいちごホイップとミルクムースの詰めたシュークリームとなっております。では開けていきたいと思います。ちゃんとね、これ密封されてる袋です。さあ出ました、これすごいな、完全にもうピンクですね、これ。よいしょ、おお、すごい。ちょっとガブッといただきます。すいません。うん、おいしい。うん、このいちごホイップとこのミルクムースがうまい。うん、下にいちごムース、上になんかいちごホイップになってますけど、なんかこれ縦でこう注入してみたいな感じになってましたね。うん、おいしい。うん、これで162円、いや、うまいよ。うん、で、生地もわざわざ赤く、まあこれは着色したんでしょ、ちゃんと書いてましたね。クリームがとても柔らかいのでこぼれないように注意してお召し上がりください。いいっすね、こういちごとミルクのこの相性はもう抜群だし、うん、果肉が入ってるんでこの食感もほのかに楽しめる、この美味しい、良かったです。評価は4です。はい、ぜひね、このいちごミルクモコぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、カレンダー号も見てくれればまた喜びます。ぜひ、いちごミルクも食べてみてはいかがでしょうか。